神なき世界のラジオ活動。皆さんこんばんは、浦部幸人役榎木淳也です。皆さんこんばんは、三玉役紀藤あかりです。はい、いや皆さん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 、また書いてあったんですよ。そう、前回もね、皆さん皆さんって皆さんが2回書いてありましたけど、台本には飛ばしました。はい、この番組は何ごめんね、読まなくてごめんね。現在好評放送中のテレビアニメ神なき世界の神様活動の魅力を余すところなくお伝えするため活動していくラジオ番組です。はい、もう3回目。3回目です。早いっすね。隔週とかですよね。でも、うんうんうん、なのにもう3週。あっという間、あっという間ですよ。暑いっすもん、世の中暑い、急に夏ね、うん、と思ったら今日はめっちゃ寒かったね。寒いです。何なんでしょう、服困るね、地球が大変なことになっておりますけども、うん、もうすぐゴールデンウィークです。はい、ゴールデンウィーク何やりますか何やりますか、もうどう読むじゃん。だからゴールデンウィーク何やりか、ゴールデンウィークって5月、5月かな、4月末から、うん、何仕事、仕事、うん、仕事以外で、仕事以外でなんかやりたいこととかは、なんだろう。ネモフィラでも見に行きます。ネモフィラも見たのよちゃんとインスタチェックしてるんで知ってるじゃん。ネモフィラ見たんだな。ネモフィラはもう見た、思って今振りましたから。藤井の花とか見たいかも。あ、いいっすね、うん、またお花をね、お花を見に行きたいと思います。はい、いいっすね。えのきさんは、そうですね、僕はあの前回のゲストの、うん、ロイ役の藤沢くんにお土産を渡したいんですよ。あ、そうだ、シアトルちゃんと買ってきてるんですよ。えのきさん、買ってきてって言われたので、うんうん、あの買ってきたので、優しい、ぜひこれを聞いてたら、これを聞いてたら、はい、藤沢さん絶対聞いてるよ。住所送ってください。住所郵送するつもりツイッターの DM でお願いします住所お願いします優しい。でもちゃんと私にもお土産買ってきてくれましたからね、えのきさんは。はい、なんかちょっと違うやつ買ってきて、おじさんの書いてあるなんかシアトルって書いてある、あーポーチ、ポーチよね。あとサーモン書いてあるサーモン書いてるなので、はい、ちょっともう今回のゲストの方にはちょっとお土産買ってきて。あ、ショック、喋り始めたすいません。いや、言うてなんだかんだ実はまだあんまり僕喋ったことがそうなんだなくて、レギュラーは何回か別の作品とかでもあるんですけど、おうおう、うんうん、仲いいですか。あ、でも私は前々回ぐらいのレギュラーくらいから喋るようには、前々回ぐらいで最近やっと直近ではあるんですね。まあまあ、今日は楽しくお話していきたいと思うんですけれども、はい、今日のゲストはですね、ベルトラン役の富田美優さんが来てくださっています。やったー、やった、うん、初女性ゲスト。おー、そうだそうだ、ということなので、いろいろね、うん、お話聞いていきたいと思っています。はい、富田美優ちゃんはこの後すぐ登場です。皆さんお楽しみに。それでは始めていきましょう、神なき世界のラジオ活動。俺がリスナーを神にしてやる、とくと聞くがいい。この番組は神なき世界の神様活動制作委員会の提供でお送りします。神なき世界のラジオ活動。神なき世界のラジオ活動3回目、早速ゲストの方をお呼びしましょう。この方です。はい、こんばんは、ベルトラ役富田美優です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、緊張してます。なんでですか。ちょっとすごいお若い方なので。いやいやいや、そうだよ、変なこと言っちゃダメだから。変なこと言ってたけど、やっぱ作品も尖ってるからラジオもちょっと尖ってるんですか。そうなんですよ。でも今のところ、うん、そんな、ね、あ、そうなんだ、下ネタとかないですよね。あ、確か言わない、僕言わないタイプなんで、うん、下ネタあんまり女性の前では。まあ確かに、はい、うんうんうん、で紀藤さんもね、あの公共の場では言わない。公共の場公共の場以外で言ってるみたいな言い方やめてください。富田さんはそういうちょっとなんかこの、はいはい、まあ、神なき世界ってそういう、うん、作品でもあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっと下的というか、そうですね、ちょっとセンシティブな、はい、そういうの大丈夫なタイプなんですか、はい、なんかそういう作品ちょっと多くて、ずっと多いよね、多いので、だからなんかだいぶ耐性はあります、はい、本当ですか、うん、頼りになりますねそうなんだ、はい、ちゃんとお話しするの僕多分今日
いや、まあ、そうなんです。それこそ神活以外でもレギュラーはちょくちょくあるんですけど、ちゃんと喋ったことなくて、すれ違った時にちょっとお疲れ様ですっていうぐらいぐらいで、なんか2人がどんな会話してるか全然想像できないな。めっちゃ落ち着いてるじゃないですか。落ち着いてる。若いのに人見知りなだけ、人見知りなんすか。本当にそうなんだ。だから本当は話しかけられ待ちなんですけど、はい、話しかけられ待ちだったな。話しかけられ待ちなんですけど、そうなんだ。そう、やっぱ台本とか現場で見てると、はい、あ、なんかあんま話しかけちゃいけないのかなみたいなの思われちゃって。確かになんかめっちゃ集中してるのかな。そう、だから全然人が来てくれなくて話しかけていいんだ。話しかけてほしい。あ、いいんだ。そっかそっか。今度からじゃあ、はい、なるべくお願いします。話しかけるようにやったします。はい。気使わせちゃった。話しかけるかな。気使わせちゃったけど。いやいや、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速神活についてお話伺っていきたいと思うんですが、うん、はい、まずこの神活をこう最初に読んだ時にどういう印象をいただきました。あのベルトランのオーディションの時に初めて原作読ませていただいたんですけど、はい、やっぱテーマも作風もとんがってるなって感じでした。うん、そうですね。うん、ちょ宗教っていうね。昨今あんまり見ないタイプの作品だったので、うん、すごい面白そうだなってすごい率直に思いましたね。うんうん、こういう結構なんかコメディータッチというか。うんうん、元気な作品というか、はいはい、元気、まあ、騒がしいじゃないですか、はいはい、結構っていうのはよくやられてる。そうですね、割とわちゃわちゃしたのが多いイメージですかね。確かになんか叫んでるイメージは、はい、あー、確かに、いや、確かにそうかも。よくね叫ぶキャラ多いですね。うん、ベルトランもね一番最初、はい、わーみたいな、いや、あの叫び好きなんですよ。いや、それがあのオーディションの時に私多分、はい、ベルトランしかオーディション受けてなくって、うん、はい、でなんかそれもこういうタイプのキャラあんまやったことなかったんですよ。頭身がちゃんと高め で、はい、で声も低めで太めでみたいなキャラクターやったことなかったんですけど、うん、はいはい、先方さんからベルトランで受けてくださいってお話いただいたんで、なんかその時から、はい、私のどこを見てベルトランで指名をくださったんだろうって。やっぱクッコロ星が似合う人そう、謎のまま受けてたんですけど、ありがたいことに合格いただきって感じで。めちゃめちゃあの叫び好きですね。ありがとうございます。最初の登場のうわーみたいなのはそういう声なんだって。でもそれこそあの2話から登場だったので、はい、あの1話の諏訪部さんのウルトランをちょっと本番前に聞きながら、ね、それをベースにやったんですけど、はいはい、1話のセリフがあんまりなかったのと、確かにそんなにこう2話見たく叫んでるセリフもなかったので、なんか聞かせていただいたけど、うん、あんまり情報がなくて、そうっすね、どうしようって思っちゃいました。なんかでも参考にっていうことはそんなにせずに、うん、自分のやりやすいところと、そうですね、ただそのベースの喋るところはその騎士っていうところもありますし、こう諏訪部さんの落ち着いた感じ、クールな感じは意識してくださいっていうのは言っていただいてやってましたね。なるほど、まあ、視聴者の方はねまさかこう性別が変わるとか思ってなかっただろうから2話でもね、びっくりしましたけれども、でも3話も、はい、ベルトランだいぶおもちゃに、ね、本当におもちゃになってるんですよ。おもちゃにしてたね、ユキトだけど、ね、いやでもお着替えさせられてたから、あ、確かに私あの、ね、壁ドーンダウンダウンダウンシャッキーンがめっちゃ好きだった。あれアドリブだったんですよ。急に言い出すから、はい、もう台本見てどこ読んでるの、そんなセリフないのに何言ってんのと思って。なんか監督からねディレクションをいただくじゃないですか、うん、こうなんかもっとこうしてくださいみたいな、うん、なんかベルトランとかってあったりしたんですか、そういうのは。あーでもなんかそれこそ初登場の時も、はい、その持ってったものを割とそのまま、あ、そんな感じでって感じだったので、ある種自由にやってました。やっぱり我々と同じようになんか面白くしてくださいみたいなのって、うんうん、あ、でもなんか向こうのミキサーブースが笑ったらもう OK みたいな感じはありました。やっぱりやったってだから後ろ向きますもんね。向きます向きます。受けてるかな、そうそう受けてたらあ OK みたいな、大体通るよなっていうのはそうそうそうありますよね、うん、すごかった。あの サンバっていうんですよ、ね、サンバ衣装すごかったね。あれね原作にはない、うんアニメオリジナルの謎の気合が入った感じでしたけれども、だいぶ衝撃的でしたよねあれもね。そうです ねおもちゃになってますね。見たまもねちょっとなんか力使ってシワシワになったりとかも、そうそうそう、うん、シワシワになったりね、いろんな声を出してますね。使ってたけど聞いたことない気とあかりボイスを、いやめっちゃわかります、うん、嬉しい、だいぶ聞けてる気が、そうですね、私もだいぶ自由にやらせてもらって、うん、
楽しいよね、楽しんでやってます。俺も普段出したことないようなゲスい声出してるなんかさ なんだっけなんか お前の力が必要なんだみたいな、なんか乙女ゲームみたいにやって乙女ゲームっても語弊があるけどさもうなんかさ何を言ってもさどっかに失礼になっちゃうんだよこの作品って。なんか俺じゃなくて惚れみたいな、そうそうそう空気空気を持ってちゃうみたいな、ね、だいぶ自由に誰みたいな、みんな遊んでる。でベルトランもアドリブとか入れたりしてるんですか。アドリブ割と多いかもしれないです、うん、だからそれこそなんかその台本にないところでなんかもう一叫びいただいていいですかみたいな、もう一叫びってなんだって、もう欲しくなっちゃったんだ、すごい叫びを求められてる気がする。割と自分から入れてくタイプですか。割と入れてましたテストの時から。そうなんだ、はい、なんか初登場回のアフレコの時に他のキャストさんがもう結構入れてらっしゃったから、あ割とそういうの求められる現場なんだなと思って、うん、やっぱすごいなんか冷静ですねなんか そこも冷静に判断して入れてくる、ね、やっちゃえじゃなくて、あここは入れる現場なんだって判断してやるのがすごい、ね、仕事人ですよ本当にもう仕事人ですよね、真面目なんでしょうねすごくね、はい、はい、ということでそれではここからは、リスナーさんからいただいたメールを紹介していきたいと思います、はい、ペンネームパワーカーブさんからいただきました、ありがとうございます。えのきさん、きとうさん、ゲストのみゆちゃん、おはようございます。おはようございます。アニメ3話見ました、うん、ベルちゃんメイン回とのことで、うん、ベルちゃんがいっぱい出てきて大満足な回でした、うん、剣の腕前がとてもすごく、害虫駆除や岩を切る際の演出がとてもかっこよかったです、うん、その一方でセクシーなセリフを言う場面があれば、メイド服からほぼアウトの猫の格好をした可愛い衣装、うん、から完全アウトの3倍衣装と衣装チェンジがやばく、三倍賞で対面したアータルとの絵が完全にシュールでした、うん、ここでゲストのみゆちゃんに質問です、はい、この作品のアフレコ時はどの方とアフレコを撮ることが多かったですか、うん、だそうです。でもユキとミタマは多かったですね、うん、そうですね、割と一緒に撮れた気がする。僕ら以外だと誰か一緒になったりもしたんですか。尾形さんかも、終盤はずっと尾形さんと二人とかで撮ってました。なるほど、確かにね、尾形さん、僕ら逆に尾形さんは全然一緒にならなかったです。1回ぐらいでしたね。じゃあ主にこの3人が多かったですね。出たこと一人でもやってたりしたんですか。一人でもありました。あ、そうなんです、数によっては一人だと辛くないですか。辛いです。辛いです。だいぶね、なんかずっとなんかその、はい、高いテンションでいなきゃいけない作品ですけど、はい、なんか一人になると急に冷静になる瞬間があって私何やってるんだろう、そう連れ戻してほしいと思いながら、富田さんに何やらせてるんだすごい作品だなこれ、めちゃめちゃ面白いですけどね、この時ね、はい、あ、じゃあ続きまして、はい、お名前爽快ぼっちさんからいただきました、ありがとうございます、います。佐賀県での上映&キャストトークイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。行ってきたんです、ありがとうございます、うん、えのきさんの佐賀でアニメイベントがあるわけないだろ佐賀は実際あるんでしたっけなどの佐賀いじり、そんなのしましたっけ僕。いや、してました。アニメイベントがあるわけないだろうって実際あるんでしたっけは、うん、プロデューサーに言えって言われたんですよ。この間本当ですか。角川のプロデューサーが最初に思いついて、ね、罰出してますよ向こうでスタッフさん。角川、でも角川のプロデューサーさんパスポート持ってきてましたよそう、あのね、嘘でしょ。俺に見せるためだけにわざわざ持ってきてたの。俺を笑わせるためだけに。すごいよね。人ネタのためだけに、出落ちのためだけに。わざわざ、ね、佐賀をねバカにしてるわけじゃないんですよ。佐賀の皆さんに笑ってほしくて。でもちゃんと笑ってたみんな。ちゃんとめっちゃめっちゃ受けてた。佐賀のオタクである私は大爆笑でしたって書いてあります。そして赤城葵先生の質問コーナーは、作中のキャラ並みにキャラが濃ゆい先生から、うん、作品の成り立ちなどの濃ゆい話が聞けて、うん、大満足な内容でした、うん、神勝という作品がなければえのきさんときとうさんが佐賀県の地を踏むことは一生なかったと思う。それは分かんないでしょ。いいものいっぱいありましたよ。神勝には感謝しかありません。ありがとう神勝、うん、そうかよさん、ありがとうございます、うん、佐賀ね、いいもの結構意外と佐賀って、ちなみに富田さんは私ないかもしれないです、行ったことは、はい、なんですか、はい、意外って言っちゃいけない意外って言っちゃいけないけどいいものいっぱいあるんですよ。そうですね、すごい過ごしやすかったです、はい、食べ物とか何が思い浮かびます佐賀って。佐賀、はい、何が有名なの。
実は全然浮かばない、佐賀牛っていうのがあるんです。ああすごいこうサシっていうかね、ちょっと脂身が上品な脂身が乗ってて、焼肉食べたんですよ、スタッフさんとかとみんなで。めっちゃ美味しかったです。いいな。もうあとなんだっけ、わらすぼ、わらすぼ、あのねエイリアンみたいな顔した魚がいるんですよ。わらすぼ、もうエイリアンってなんか自ら名乗ってるというか、うん、あそうなんだ、佐賀県自ら、うん、エイリアンっぽいみたい な, たいな、そうそうそう。あとムツゴロウ、ムツゴロウ魚、うんうん、そうそう、これもなんか食べられるらしい。わらすぼ買った、わらすぼ買いました。売ってるんだ。食べた、どうだった。あでも美味しかったです。あ美味しいんだ、うん、まだ食べてないんですよ。え食べてないの。買ったんだけど、買ったんだけど美味しかった、はい、ですよ普通に。もつ鍋も買ったんですよ、 僕らね。もつ鍋、はい、美味しかったっすよ。もつ鍋は食べたんだ。もつ鍋は食べたんだ。好きですよ、もつ鍋。好きです。あらでもよく考えたらもつ鍋って福岡なんじゃないかな、うん、でも確かになんかあの辺のお土産が売ってた、あの辺の、ね、あそうなんだ、はいはい、サラっていうね、うん、温泉とかね、あとあったりもしましたし。そう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 、わらすぼやば、わらすぼ結構グロいんですよ。グロ、でも美味しいらしい。いっぱい名物あるので、うん、ぜひ皆さん佐賀に行ったことない方は、ね、ぜひ行ってみてください、うん、よろしくお願いします。はい、ということで皆さんメールありがとうございました。番組では皆さんからのメールお待ちしています。アニメやラジオの感想、私たちへのメッセージなどどしどし送ってきてください。よろしくお願いします。神なき世界のラジオ活動、神なき世界のラジオ活動、続いては富田さんと一緒にコーナーをお届けしましょう。まずはこちらから、現実世界の〇〇活動。この作品は神なき世界でユキトが御霊を神にするために活動するアニメです、うん、そこでこのコーナーではリスナーの皆さんからこの現実世界においてどんな活動をして何に貢献しているのかを募集、うん、紹介していくコーナーです。このコーナーをやるのは初めて、うん、あそうなんだ、初めて、初めてだっけ、だっけ、うん、はあ、うん、藤沢さんの生まれる時は神にしてやるコーナーやったでしょ。あ神にしてやるか。1回目にコーナー紹介をしてるよ。あ、1回目はコーナー紹介だけだった。喋らせんなよ。結構しっかりめのボリュームで神の声 が, 声がオフでやるべきところだこれ、まあ、どんな活動をしていて何に貢献しているのかを皆さんにこう語ってもらうみたいな感じなんですけ ど, ど、ちなみに、うん、なかなか難しい質問だと思うんですけど、うんうん、富田さんはどんな活動をして誰または何に貢献しているみたいなことってあったりしますか？なんか私こんな活動こんな活動してます。犬を飼ってるんですけど、はいはいはい、まあ出来合いしてるので、はい、そのワンコには貢献いろいろしてるかもしれない、うん、ワンコにね、ワンコです。どんなワンコですか？あの豆柴を飼ってるんですけど、真っ白の豆柴なんだ。豆柴飼ってる、ちっちゃい、ちっちゃいんですよ、ちょっと飼ってるんですけど、はい、あのやっぱり新しいおもちゃを与えると、はい、そればっかり遊ぶんですよ。なんかそれが嬉しくて、はい、溢れんばかりおもちゃがあるのに本当にすぐ飼ってっちゃう。溺愛しちゃうんだ。マジで可愛い。ツイッターによく上がってるの見るけど、うん、そうなんです。ツイッターに上がってるんだ。この前のお昼寝してる時の写真、うん、めっちゃ可愛かった。めっちゃチェックしてんじゃん。めっちゃもう全部いいねしちゃうから。いや可愛いと思って全部いいねしてるんだ。すごい。じゃあちょっと僕も後で見てみます。あぜひぜひ。そうだから犬には結構お金かけてますね。貢献しているということなんですね。じゃあリスナーの皆さんからの活動メール紹介していきましょう。うん、はい、お名前タコツボタンコさんからいただきました。ありがとうございます。私は農家に嫁いで各地へアスパラを届けています。ビビたる家のお手伝いですが、アスパラの穂先のいい悪いをなんとか見分けられるようになってきました。どんな感じなんでしょうね。前回声優は何を貢献しているとおっしゃっていましたが、選別に目と手を使っているので空いている耳で聞けるこのラジオがとてもありがたいです。作業のお供に好きな声優さんの声を聞けて本当に癒され活力になっています。ありがとうございます。毎回4時間くらいやってほしいです。死んじゃう。4時間ヘロヘロになっちゃうから。なるほど。こうやってみんなで貢献し合っているのかもしれませんね。これからが旬のアスパラ、ぜひ食べてください。料理をしているというえのきさんへ、うん、はい、私はアスパラは
チャーハンやおひたしにするのが好きです。バターと一緒に炊き込みご飯もおすすめです、うん、いいっすね。美味しそう。アスパラ美味しいんすよね。美味しいね。農家の方もこのラジオ聞いてくださってるって農家にも届いてる。届いてるよ。白いっすね、うん、アスパラ美味しい。食べるアスパラとか。アスパラは料理で出てくれば食べる、うんうんうん、自分でわざわざ買ってなんか料理しなくない？富田さんは料理とか。あ、料理はめっきりしなかったんですけど、はい、最近するようになったの。おお、そう、すごい。だからアスパラ茹でますよ。え、ちゃんと、うん、何にするの？なんかじゃあハンバーグ作りましたってなったら、あ、その割にね。ちょっとそうや、そう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 、あれが一番めんどくさ い, いやハンバーグを作る記録はあるんですよ。いや、確かに、わかりますよ。周りのやつまでちゃんと作るのすごい。ブロッコリー茹でるのかみたいな。まあ冷凍もありますしね。あ、そうそう、楽ですよね。あと温野菜好きなんで、あ、 それで結構アスパラ茹でたりもします。しっかりしてらっしゃいますよ、うん、素晴らしいです。紀藤さん、お料理はやります。でも好きなものだけしか作らない。好きなものだけ。だからハンバーグ作ったらハンバーグドーンだけ。あ、わかります。ハンバーグドーン、ご飯ドーン、ご飯ドーン。アスパラもぜひ食べてください。食べます。続きまして、ペンネームトレンチコートさんからいただきました。ありがとうございます。僕は電車で隣の人が肩で寝ていてもできる限り起こさないように我慢してます、ね、せっかく気持ちよく寝ているのに邪魔するのは良くないですよね。まあ相手が男性だったら速攻で起こしますけど。どうすか、こういう、あります、こういう時って。ありますよね。よっかかってきちゃったなって時は、はいはい、富田さんだったらどうしますか。でもなんだかんだ動けない。まあ、そうだよね、起こしちゃうから。起こしちゃうし、うんうん、なんかそのこう跳ねのけたりとかするのも、うん、かわいそうじゃないですか、うん、いや、まあ確かに、うん、でも私沈む。沈んで、ね、なんかちょっと横になりすぎて起きる。頼む、戻ってくれって。なんか私もちょっとわざと大きめの咳払いしたりとか、あ、これで起きてくれみたいなことはやるかも、うんうんうん、起きてくれって、うん、俺逆にやっちゃう。あ、寝ちゃう、寝ちゃうタイプなんで、たまになんかガツンってやられて怖い。ある。やっぱ男だから、おじさんには世の中厳しいし、ね、厳しい、頑張って起きてます。でも私学生の時、うん、夜行バスでやられたことあって、うわ、きつ、しかも何回跳ねのけかっても何回も戻ってくるから、もういいよ使えと思いながら寝かしてあげたことはある。あ、そうなんですね、うん、気をつけてください。気をつけてください。じゃあ続きまして、お名前ジョットさんからいただきました。ありがとうございます。私は授業で先生に当てられた時に、うん、あの、もごもごすることで次に当てられる人が考えるための時間を稼いであげています。本当にそれ。何を言ってるんだこの人。自分は答えないんだ。じゃあ自分はあの、ってもごもごして、して次に、あ、じゃあ次の人みたいなことなんですかね。それは君が答えたら、ね、次には行かないんだよ。行かないから、うん、それが一番貢献するから。貢献だ。確かに。逆に貢献してないと思う。ダメですよね。貢献してないですね、これはね、はい、あ、もう終わりですか。あっという間にコーナー終わってしまいましたね、はい、ということで、メールここまでとなります。皆さんぜひ引き続きメールの方募集していますので送ってきてください、うん、よろしくお願いします。お願いします。以上、現実世界の〇〇活動でした。神なき世界のラジオ活動。続いてはこのコーナー、ご祈祷あかりの願いを叶えてあげる。え、初めて聞いた。こんな感じのコーナーなのこれ。こういう声も出るんだ。御霊といえば神様です。はい。そして御霊を演じているのは言うまでもなくそう、私紀藤あかりです。誰の真似なの。そんな私がご祈祷すれば皆さんの願いを叶えることができるはずです。え、そこでこのコーナーでは私紀藤あかりがご祈祷あかりとなり、リスナーの皆さんからいただいた叶えたい願いを叶えるため相談に乗っていくコーナーです。いや、無理しない方がいいってマジで。そんな元気な人じゃないから紀藤さん。どうも
どうも誰なのそれ、なり、何のキャラ、なり、なり、キャラはまだ定まっていない、なり、すごいこんなテンションの時もえあるんすか、こういうテンション見たことないです、見たことないっすよね、見たことない、僕も初めてですよ。あ、すごいな、さっさとメールを読むなり、さっさといつまでもやらせてると疲れちゃうからね。お名前にららさんからいただきました、ありがとうございます。ご祈祷あかり様、僕の願いを叶えてください、なんなり、あーすごいうまいな、なりをそこに使ってくるんだ、すごいセンスだな、僕の願いはいっぱい食べることです、うん、というのも食べ放題に行った時に学生の頃のペースで食べていると、うん、突然お腹の限界が来て、あの料理も食べたかったのにと悲しい気持ちと苦しい気持ちでいっぱいになってしまいます、うん、僕は少なくとも肉料理と麺類とデザートは一通り全部食べたいです、ご祈祷あかり様、なんとかしてください、はい、ということですね、いっぱい食べることお願いらしいんですけれども、どうやったらいいですかね、胃の大きさ限度ありますから、いっぱい食べない人ですからね、ご祈祷様がね、同じ願いなり、同じね、いっぱい食べ、あの料理もこの料理も食べたかったのに、食べたい、富田さんは、私もちょっとのものをちょっとずつ食べたい、ああ、あんまりいっぱいは、あんまりいっぱい食べないですね、食べないなりか、いやいやそれあなたのじゃないから食べないない食べないない、じゃあ、あなたのじゃないから、やめてやめて、取らないで僕とあかり様、いいアイデア、なんだろう、でも私も小食で全然食べれなかったから昔、はいはい、なんか急いで食べてた、なんか確かにゆっくり食べると確かに満腹になる、小食だった頃ってめちゃくちゃ味なくなるまで噛んでたから、あそんなに、そうなんか味なくなってないのに飲み込むのもったいないと思って食べてたから、どんどん痩せてっちゃう、そう、うん、急いで食べればもうお腹満腹ってなる前に入っていくから、うん、それがいいなり、なるほど、うん、ではご祈祷あかり様、ペンネームにららさんの願いを叶えるためのご祈祷お願いします。にらら、満腹になる前に食べきるのじゃ、あ、違う、なりじゃ瞑想してるけど固まってなさすぎだろ、このコーナー、はい、すごいな、じゃあちょっと続いて、はい、サンデーエレファントさんからいただきました、ありがとうございます、ご祈祷あかり様、コンタクトの目の乾きを何とかしてください、乾くめっちゃ、テニスの試合でラリーが長く続くと瞬きが減ってラリー中に目が乾いてしまいます、瞬きをするとたまに遅れてしまいます、うん、どうしたら良いでしょうか、これはコンタクトですか、コンタクトはたまにカラコンしてた時に、ああ一緒一緒、あたまに、うん、普段はラガン、普段はラガン、ラガンですね、イベントの時とかにちょっとつけるぐらい、つけるぐらいで、うん、乾きますよね、乾きますね、やめた、私やめた、やめたそれでもまあある程度もともと見えるっていう、あ私もうラガンで全然見えるんで、うんうんうん、見えちゃうのか、うんうん、私もですね、あ目いいタイプなんです、ね、目いいです、他もめちゃめちゃ目悪いので、おー、乾きます。いつもコンタクト。いつもコンタクト。あ、そうなんですね。0.03 以下なんで、視力、はい、禁止すぎて乾くので、うん、何目薬とかしかないよね。でも最近なんかそれこそコンタクト装着液みたいな、あるつける前にあるあるある気がします。確かにそういうのなんですかね。うん、そんなんじゃつまんないですよね。でもつまんない。つまんない。面白みを、面白みをないっすよね。面白みか。テニスの試合中。うん、テニスの試合中。まばたきが長く続くとまばたきが減ってラリー中に目が乾く。あでもまばたきをすると遅れる。なんかゾーンとか解放すればいいんじゃないですか。ああなるほどね。手塚ゾーンみたいな。ああ。でもまばたきなんてしなくても平気。もう心の目で。テニプリ。になる、手にプリになる、性格の柱になる、性格の柱になるなる、決まりました、マジマジなの、北岡様お願いします、誰だっけ、誰だっけ、いや、サンデーエレファントさん、サンデーエレファント、お前は性格の柱になれ、手塚なんで、手塚だ、龍馬です、龍馬、龍馬、龍馬だよ、性格の柱は龍馬だから、言ってんの手塚だよね、言ってんの手塚だよね、やばやば、はい、ここまでにしましょうかね、はい、ということで以上、ご祈祷あかりの願いを叶えてあげるでした。
神なき世界のラジオ活動。神なき世界のお知らせ活動。ここからは神なき世界の神様活動に関する情報をお伝えしていきます、うん、まずは放送情報です。テレビアニメ神なき世界の神様活動は東京 MX、BS 日テレ、カンテレ、サガテレビ、ATX にて絶賛放送中です。さらに D アニメストアにて毎週水曜24時30分から地上波先行単独最速配信中です。その他の各配信サービスでも順次配信中です。皆さんぜひご覧ください。続いてブルーレイ &DVD 情報です。テレビアニメ神なき世界の神様活動のブルーレイ &DVD 第1巻が6月28日に発売となります。初回生産特典として原作作画半月版孫翔先生書き下ろしのアウターケースや原作赤白葵先生書き下ろし小説特製デジパック特製ブックレットなど盛りだくさんです。皆さんお早めにご予約を。続いて音楽情報です。クルスリンさんが歌うオープニングテーマ I Wish は5月24日水曜日に発売となります。こちら現在各音楽配信サイトにて先行配信中です。そして御霊が歌うステッピンアップライフは明日4月26日に発売です。どちらもチェックよろしくお願いします。続いて原作情報です。ヒーローズコミプレにて連載中の原作は現在最新第6巻まで好評発売中です。初のスピンオフ作品神なき世界のお姉ちゃん活動最新第1巻も発売中です。ぜひチェックしてください。以上神なき世界のお知らせ活動でした。神なき世界のラジオ活動。お送りしてきました神なき世界のラジオ活動エンディングのお時間です、はい、ということで富田さん、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたかこのラジオは。いや楽しかったです。私も緊張してたんですけど。あ、そうなんですか。意外とアカリンとも 1,2、うん、回ぐらいしか多分ラジオなくて、うん、そうラジオで話すのはあんまりなかったので、うん、で榎木さんもちゃんと喋ったことなかったから、ね、ちょっと緊張したんですけど、はい、心の距離はちょっと近づいたと思いたい。ちょっと近づいたちょっと思いたい。近づいたと思いたい、ね、だから私も現場でお会いしたら話しかけるようにします、はい、お、いや僕も話したいなと思ってたんですよ、はい、お本当ですか。本当ですか。もうやっぱ若いからおじさんコンプレックスちょっと若い子に話しかけるの勇気いるんですなんでこれからは現場であったら、うん、まずは富田さんにまずはねご挨拶をして、まずは見つけたって見つけたって、めっちゃ怖い、おはようございます。やばい、こもう怖がられちゃった。ちゃんと話したの初めてなのに怖がられて距離感の測り方ちょっとしまいましたけれども、ね、やっぱりすごく冷静で、うん、いやそうなんですよ、ね、なんか周りをよく見てらっしゃる方だなっていう印象を、うん、すごいなんか一番大人っぽいもん。いつもどの現場に行っても。いや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 、確かに、うん、芸歴だって長いっすもんね。最後に聞くのもなんですか何年目。結構 9年目。9年目9年目、ね、うん、あれ8年目。ご祈祷様より長い。同じくらい。同じくらい。14年デビュー同期。うん、同じぐらいかも。同期です。同期だ。同じぐらいかも。じゃあこれからも仲良く。はい、はい、お父さんなの。仲良く仲良くしてやってください。ありがとうございました。ありがとうございましたそして番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アニメやラジオの感想を各コーナーまでメール送ってください、うん、メールは番組サイトの投稿フォームから簡単に送ることができます。もし直接送る場合メールアドレスはすべて小文字で神活アットマーク温泉 .ag 神活アットマーク温泉 .ag です。そして次回の配信日は2週間後の5月9日火曜日5月9日火曜日です、うん、忘れずに聞いてください、うん、さらにこの番組ですが温泉プレミアムで限定のおまけトークを聞くことができます。今回は富田美優ちゃんにもお付き合いしていただきます。はい、皆さんぜひ温泉プレミアムに登録しておまけトークもチェックしてください、はい、よろしくお願いします。ここでインターネットラジオステーション温泉から大切なお知らせです。え、僕
まあ、別にそんなに大したことない大切なお知らせって悲しくなっちゃう時いやいやいや悲しくはないからね全然今回悲しくないですけど、うん、温泉サポーターのアカウントをお持ちの方でツイッターアカウントでログインをされている方はメールアドレスでもログインできるように設定をお願いします、うん、特に温泉プレミアムサポーターに登録されている方は必ずメールアドレスでの連携も行うようにしてください、うんうん、ツイッター社のサービス内容変更により今後ツイッターアカウントでのログインが行えなくなる可能性があります、温泉プレミアムサポーターの方はログインできなくなると課金に関わる問題が発生する可能性がございます、うん、なので今後ログインに関する、ログインに関連するトラブルに対応するためにお願いいたします、うんうん、ということでした、うん、それでは最後になりますが富田さんアニメをご覧になってくれている皆さんへメッセージをお願いします、はい、はい、まず今日あんまりこうベルトランに関してこうやって表で喋る機会がそんなになかったので、うん、ちゃんとお話できてよかったなっていうふうに思いますし、うん、まだまだ登場したばかりのキャラクターでもあるので、うん、今後どのようにおもちゃにされてしまうのか見ていただければと思います、うん、はい、はい、ということで富田さん今日はありがとうございました。今回の神なき世界のラジオ活動はここまで。お相手は浦部幸人役榎木純也と三玉役紀藤あかりとベルトラン役富田美優でした。バイバイ。この番組は神なき世界の神様活動制作委員会の提供でお送りしました。